ここは、ジェネラル弁店ですね。こうやって崖を切り開いて銭形弁店、弁店を作っていますが、今初めて発見しました。この銭形弁店の上に油がいっぱいありますね。あそこにいっぱい油がある。これ初めて発見しました。あそこにも五輪の塔も見えますね。だからここにもいっぱい、まあ、この源氏山にも櫓、いわゆるお墓がいっぱいかなったですね。それは今初めて見つけました。ここにも櫓がありますね。それから五輪の塔もある。ここからこうずっと行きますと、あの一番この奥にもありますね。あそこにもあるな。あそこにもありますね。ここにもありますね。ここにもあります。ここにずらっとあるわけだな。これは初めて知りました。ここにも頭だけが見えますね。